小文字、そしてブルーのアイコンですね。こういった形になって、繰り返しですがより親しみやすくなったものかなと思います。先ほどプレミアエレメンツで入っているガイドモードというものをご案内させていただきましたけれども、こちらはもちろん、元祖であります、Photoshop エレメンツの方にもですね、クイック、ガイド、そしてエキスパート、この3つのモードが入っているということをまずルールご確認ください。それぞれのモードをちょっと簡単にご案内させていただきますけれども、このクイックというものは、ごめんなさい、名前の通りなだけです。はっきり言って、複雑なステップを踏んで、行うような作業ですね。これはもうワンクリックで、もしくはもう少ない数のクリック数で行えるというものです。例えばっていうところでちょっと例を挙げると、こう写真があってですね、これを、スマート補正にもこちらの方が分かりやすいですかね、露光量というようなもの、これマウスのカーソルを持っていくとどういうようなものになるよっていうようなものがプレビューできたりとか、露出の方ですかね、簡単に言うと、レベルの補正っていうもの、これも同じような形でレベルの変更できるですとか、もちろんクリックすればその形になります。バランスっていうものもかなり色合いがこう異なるようなものなんですけれども、こういったものは従来から入っておりました。このクイックです。で、今回入った、機能といたしましては、この右側の下になるんですけれども、今までちょっと、ご案内していた調整以外のところで、効果、テクスチャー、そしてフレーム、この3つが、改めて搭載されたということになります。じゃあ、どういったものかというと、これあんまり説明する意味がないかもしれません。もう見てわかるので、はっきり言って。で、右側の方ですね、もうサムネイルが作られて、で、さまざまなカラーバリエーションのものですね、これがもう自動的に出来上がってます。で、もうそのままです、この効果、例えばこれクリックすると、もうこういった色合いなんか、あくまでもデモンストレーションなんでこういうふうにやってますけれども、こういった複雑な効果ですね、写真の効果、これを作り上げるのはなかなか大変なものがあると思うんですけれども、これワンクリックで行えるというようなものです。ちょっとこうセピア調なんか、これなんかもありますし、この中でですね、お好みのような、カラーですね、こういったバリエーションのもの、これを選んでいただければもうそれで完成というような、非常にシンプルなんですけどパーフ、こういった機能が入ったということになります。で、これはこれで非常に便利なんですけれども、それ以外のところでも、多数入っておりまして、例えば例を挙げると、この右の方で、じゃあ次、テクスチャーです。テクスチャーはもう皆さんご存知かもしれませんけれども、ちょっとしたこう模様、柄ですとか、これがあるんですけれども、それをこの台紙ですね、これがもうこれも複数あります。で、あとはもうクリックしていただければ、ちょっとこれ見づらいかもしれませんけれども、これ重ねたような、形でですね、この表示表現をしてくれるので、もう簡単にこのテキスチャーの部分ですね、これも仕込めるということになっています。じゃあ次、右側がフレーム、これが多分一般の方々としてまさに、メモリーキーパーですね、作品として仕上げるという意味合いでは、このフレームをつけるというものはやっぱり一番人気がある、作業ですね、もしくは操作の一つになると思います。ですから、これをマニュアル で自分から一個一個作るっていうのは、もう皆さんお分かりですよね。非常にもう大変な、それこそ数多くのステップを踏んで作り上げるということになります。が、もう今ポチポチ押している通りなんですけども、この、フレームというようなメニューですね、これをクイックモードの中から選択していただければ、これもワンクリックでそのフレームが適用されるということです。あとも自由な位置に置いていただいて、拡大縮小でも何でもいいんですけれども、こういった形でやっていただければお好みのフレームも完成ということになります。なのでぜひですね、こういった部分ですね、やはり、弊社ターゲットとしているメモリーキーパーの方、本当にその名前の通りです、メモリー、思い出をキープ、保持するとか、もしくはもう作品にするとか、もう披露していくとか、そういった方々にはこのクイックですとか、もしくはこのエレメンツシリーズというのは最適ではないかというふうに考えております。で、それ以外にもですね、ありまして、じゃあ例えばという点で、失礼、こちらの方はちょっとバツを押していただいて、
次のところなんですけれども、こちらです。もう何も言わなくてもお分かりいただけると思います。レッドアイ、赤目、犬なんだけども、赤目、グリーンなんだけども赤目っていうふうになっておりますけれども、まあこちらの方ですね、を修正するっていうような作業が今回できるようになっています。クイックモードの方でいうと左側っていうことになりますけれども、ここでですね、今回入ったものというのがこちらです。今までもこの赤目補正、赤目修正というものは入っておりました。ですが今回入ったのはペットだけチェックが入られるというふうになっているんですよね。で、先ほど挙手いただいた、皆さんの方々ですね、にとっては、多分ですね、これ1回はもしくは、なければ探してくださいというのもあるんですけれども、目のところですね、赤目の修正は、人物の姿勢、人物の赤目の修正などはもうカメラ側でさまざまな工夫を凝らした形で行われるというものがありますけれども、ペットの赤目って結構難敵なんです。でちょっとこれ外してあえてですね、で自動補正とかもしくはこれクリックしていただければ、これ昔から使っていらっしゃる方々はお分かりいただけると思うんですけど、これクリックすると自動的に治るっていうものなんですけども、今クリックしてるんですけど治んないのが、ごめんなさい、見えづらいですかね、もう一回いきますね。こんな形でアップにして、これですよね、赤目にして、でボタンを押したとしてもこれあれ治んないということなんですね。赤目研究家のですね、ちょっとじゃあ、柏山の方からちょっとこれなんでどういうふうに違うのかっていうのをちょっと言ってもらいましょうかね。はい、すみません、赤目研究家ではないんですが、この開発の、ちょっと裏話になるんですけど、どうもこの赤目というのは網膜が光が反射してて、ご存知がいるかもしれないですけど、網膜が反射して映ったものが赤くなるという意味はそういう機能になってますが、ペットの場合、その反射するところの組織が人と違うらしいんですよ、どうやら。で、それによって出てくる色が緑だったり、ピンクだったり、黄色だったりっていういろんな色が起こります。なので、それを、カメラなどでまだ認識ができないというのが現状になり、これを修正したいというそのペット愛好家の方々に、があったと思います。なるほど。ということでですね、研究家の解説の通りなんですけども、その通りで、ここじゃあペットの目っていうことを今度はチェックして、で同じ作業を行うというふうになると、こんな形で、はい、わかりますね。その、先ほど網膜ですね、じゃあこれに合わせた形で、でこれで修正が行えるということです。なので、まずは皆さん、あえて赤目でちょっと人物でやってみてください。でも今度はこのペットのところですね、ここでやってみると、まあそれが効かない、でもこのペット効果、ペットの目、ペットの目、すごいですね、そのままですけれども、このところをチェックするとこういった形で効果が行われるということで、昨今、冒頭で、柏山の方が申し上げた通りですけども、Facebook とかもろもろ見るとやっぱりペットの写真ってものすごい多いんですよね。私ごめんなさい、飼ってないんで何とも言いませんけれども、そういった時にはやっぱりこういった効果ですね、あった方がより作品として仕上げる、特にペットですね、子供っていうようなところも一部でもありますので、そういった時にやっぱりもう自慢の、写真をですね、より見栄えのある効果で行えるというのは、こういったところは非常に便利な機能の一つではないかなというふうに思います。こういった形で行っていますけれども、これがクイックの中の内容です。で、じゃあクイックのところだけではないです。先ほどプレミアエレメンツでもあった通りなんですけども、これから今度は習得したい方々もいらっしゃると思います。そういった方々のためにはぜひこのガイドの今度モードですね、これで作業をしながら習得をしていく、これも従来通りで入っています。今回はですね、特に3つの機能が改めて、ごめんなさい、3つのガイドですね、これが入ったんですけども、やはり繰り返し作品として、仕上げるっていう時により簡単に行う、簡単にその結果が得られるっていう部分を、パズル効果のところですね、一つ例としてご案内させていただきます。パズル効果、この右側で見える通りなんですけれども、こういうようなところですね、パズルのピースなんかをこう重ねたような形で作り上げる、これビフォーです、これアフターです。
でもう分かりますよね、これ見てるだけでどれくらいの複雑なステップを踏んでこの、結果が求められるのか、この作品になるのか、まあ、はっきり言うとこのメモリーキーパーの方々というのはこういった複雑なステップは全く楽しめないです。もう早く結果を求めたいです。っていう時にじゃあどうやるか分かりましたと、このガイドモードがサポートします。やり方はこのところで読んでください。でパズルのピース、小、ちっちゃいもの、中、これは大っていうようなもので、もうこれお好きなものをクリックしていただければそのサイズが出てきます。でパズルのピースはもちろんいいんですけれども、それだけだと演出的にはちょっと面白くないので、パズルピースを選択っていうものをボタンを押して、まあこの辺りがいいかな、はい、これでできます。ピースを抜き出し、もうこれで勝手にそのピースが外れます。必要に応じてこんな形で簡単に移動するのでやっていただければというものですね。あとはもう繰り返しのこの作業を行っていくという感じですよね。これで OK ボタンチェックのものを入れた後にですね、また別なパズルピースのところ、この辺りがいいかな、ピースを抜き出して、でこれを今度は移動ツールで移動して、もうこちらの方でなってますよね。こんな形で簡単にもう必要なこの辺りですかね、適当に置いて OK というようなもの、まあこれ時間の関係もあるので全部やりませんけども、こういった形で繰り返し、まあ、やっていただければ本当にパズルのピースのところの演出ができた、こういった作品が簡単に仕上げられるというようなものになっております。これがガイドモードに新しく入ったこのパズルの効果ですね、が一つです。でもう一つですね、面白いところの中では、まあ、こういったような形ですね、子どもたち、一生懸命走っているところの写真あります。でこれをですね、もうちょっと効果的に、演出するという意味で作品に仕上げるということでは、露光感ズーム効果というふうに名前になっています。こういったところですね、まあ、選んでいくと、もう本当に集中線をこういうピッとこう曲がりとこう書くように、こういった演出ができます。これやってみます、まあ、切り抜きのところでちょっと場所を選んで、まあ、できるだけ真ん中の方がいいかなっていうところですね、こんな形で選択をしていきます。後ろの方ちょっと見えづらいかもしれませんけど、こんな形ですね。であとはこのボタンを押していただければ、その効果がですね、もう簡単にできると、まあはっきりやそれだけです。もう非常に便利です。ただ、うちの子は真ん中の子じゃないんです、こっちの子だったんですというような場合においても、まあ切り抜き昨日の時にですね、ちょっと左に移していただくというのは一番簡単かもしれませんけれども、それだけではなくて焦点領域を追加っていうものを押していただければ、こっちなんですよっていうふうにやっておくと、こんな形でですね、その人それぞれこんな形で選んでいけるっていうことがありますので、もう簡単にですね、その人を選んで、まあそのポイントですねを選んで、でここに注力を集中していただきたい、この演出ですね、これも簡単に行えるというようなものになっております。これも、まあ、作品として演出的に仕上げるというものでは非常に便利なものがついているということがお分かりいただけると思います。時間の関係で、今日ちょっとさらっともうご案内しませんけれども、古い写真の復元なんかもあります。まあ、こういったものをですね、まあ簡単に修復、もちろんこれ複雑なステップが必要になっているということがありますけれども、これもですね、スポット修復ツールですとか、ブラシツールですとか、コピースタンプ、皆さんですね、ご存知の、もしくはフォトショップのフル版ですね、こちらの方を使っている方々は、このいったツールをですね、駆使して行えるようなものですね。これもガイドが記載されておりますので、非常に、ですね、習得という意味でも覚えられるものになっているのかなというふうに思っております。こういった機能がついているところで、ここでガイドで覚えられると思いますが、じゃあもう慣れてきたという方であればですね、これではもう満足しないというふうに思います。そういった方はですね、ぜひこの上の今度はエキスパートモードをご利用ください。これはまあエキスパート、もうそのままの通りですね、まあフォトショップのフル版にちょっと似た左側のところにツールボックスがあってっていうようなものなんですけれども、これでですね、もう必要な作業、まさにプロのような形で行うというような機能が、まあ、ある程度のレベルになった場合ですね、行えるということになりますね。でそういった中でもですね、やっぱり、まあ、プロというところもあります、まあ、ちょっとプロを意識したっていうところですね。やっぱりこれ
繰り返しですけど、エレメンツ、フォトショップエレメンツの場合には、フォトショップのコアエンジンを搭載しているということもありますので、その中の一つとしてご案内するのが、やっぱりですね、まあ、ちょっとした傾きなんかの補正です。これもですね、当然ですけど、簡単に行います。まあ、物差しツールなんかをこう選んで、で、こちらの方で水平線に合わせた形でピッてこう引いていくと、あとはポンと、こんな形で修正が行えます。で、これをあとはトリミングのところ、切り抜きのツールでやっていただければっていうような形で、ちょっと構図が合わない。はい、このところですね。これが従来のやり方だったかもしれません。ですが、冒頭でですね、会社の方が、訴えかけた通りだと思うんです。説明した通りなんですけれども、今回のこの角度補正というのは、そのプラスアルファで、こちらですね、エッジを自動的に塗りつぶしというオプションが入っております。じゃあ、これを使えば、先ほどと同じ作業をします。違うのはここにチェックを入れたというところです。で、角度補正のですね、このツールを選んで、水平線にこのような形で長さを入れました。で、マウスを離します。そうすると、このエレメンツの中で自動的に、先ほどスペースができていたものも自動的にこの、まあ塗りつぶしのツールですね。これが行えると、適用できるということになったので、構図も先ほどとあまり変わらずですね、まあ、非常に、高いクオリティの作品が、まあ、写真が生み出せるということになっております。非常に便利な機能が今回、この、エキスパートモードですね、そしてエレメンツの導入にも入ったということになっております。もちろんこれもですね、Photoshop のフル版ですね、使っている方、もしくはもうご存知の方はお分かりいただけると思います。もうデモンストレーションのがごとく、こういった写真がですね、あるかもしれませんけれども、何をするかというと、まあ、3姉妹ですかね、ポッカポッカって、ちょっと後ろで遅れちゃって、こんなような構図で写真を撮った時、ちょっと寂しいよねっていう場合にはですね、コンテンツに応じた移動ツールです。これがエレメンツの中でも搭載されたというものです。おさらいになってしまうかもしれませんけれども、何をするかというと、このちょっと端っこに構図的にですね、寂しいこの子供をですね、これ選択範囲で撮って、で、あとはこちらに移動して、もうちょっと仲良く、もしくは構図を合わせようよっていうふうにして、マウスのカーソルを離すと、先ほどのオリジナルの部分は自動的に塗りつぶして、で、先ほど選択したところが、下、この子供ですね、お子さんの方が、より、3姉妹に近づいた形で、まさに移動がごとくですね、馴染んで、このような結果になるというようなものです。まあ、これでですね、まあ、うまく使っていただければですね、これからまあ秋ですね、運動会のところもあると思います。うちの子、実はですね、足がすごく遅いんですけども、いつもビリですと。ちょっとうまく、シャッターチャンスを狙ってくださいということで、自分もプレッシャーなんですけども、そうすれば1位の方に持っていけるような、そういったイカ様のところもできるかなというのは、自分で楽しむという意味でね、ぜひそういったことでお楽しみいただければというふうに思います。これコンテンツの移動です。いわゆる繰り返しですけども、こういったようなですね、いわゆる、プロの方がですね、使うようなこういったツールもエレメンツの12の中には入ったということを覚えていただければなというふうに思います。じゃあ最後にですね、違う写真を消してしまいましたねということで、こちらの方でもう一度、はい、行わさせていただくのがこちらで、ちなみに今オーガナイザーの方でやってますけれども、そちらの方からフォトエディターの方に持っていただければ、こんな形でですね、写真が選べるようになっております。で、こういった形でちょっと見ましょうかね。これぐらいの大きさでいいですか。何をするかというものなんですけれども、まあ、最後の部分でですね、柏山の方がご案内したツールなんですけれども、こちらのものは、写真がまず1枚あります、ペットが今回ちょっと印象に残るかなというところもあるかもしれませんけれども、基本的にここで行うものというのは、自動スマートトーン補正の案内です。これは今回新しく入った、今 Photoshop エレメンツの方でご案内しますけれども、プレミアエレメンツの方でも、こちらの方は、対応しております。じゃあどういったものかなっていうものなんですけれども、実際にですね、こちらの方を選んでいただくと、こういった形でダイアログウィンドウがポンと出てきます。で、
四隅のところでサンプルとして絵が出てきています。いいですね、ここまで。でもヘルプのところのメニューも入っていますけれども、要はこのカーソルをちょっと見ていただきたいんですけれども、これを移動することによってこのトーンが変わっていくのがお分かりいただけますよね。まあ露出のところなのかコントラストのところなのかっていうものもありますけれども、大体ですね、まあ、このエレメンツだけではないですけれども、自動のこうトーンとか自動のフンタラっていうようなものになると、まあ、フォトショップからフォトショップエレメンツの中で、考える最適なものに、するというような、色調の変更ができるんですけれども、大体ですね皆さんですね、ちょっと自分の好みと違うなっていうふうに思います。でそういった時にはですね、ここのところでやっぱり自分はもうちょっとこうこれぐらいとかいうようなことをこの四角の中でですね選択してください。自分のトーンはこんなもんだよっていうような形で、であとは OK ボタンを押していただければ、じゃあ次回に別なものですね、ちょっと似た写真にというか同じ写真になっちゃうと面白くないので別な写真にしましょうかね。ちょっとさっきから犬づいて恐縮ですけれども、こちらの方に行きますが、こちらで、別な写真のところで、本来であれば写真およびビデオの方も似たようなトーンとかっていうところはもちろん最適だとは思いますけれども、その自動スマートトーンを選べば先ほどと同じ設定の場所ですね、位置にこの、カーソルが移動しているのをお分かりいただけますかね。ということで自分の好みに合ったトーンに、その設定を常々保存をすることができる。なので繰り返し別な写真とかっていうふうになった時にでもですね、自分の好みの設定がそのまま残っていく。なので、繰り返しの自分の好みに合ったトーンでそれで統一ができるっていうような機能が今回の、エレメンツ12ですね、両方ともに入ったということになります。